丸岡わからのゲームで乾杯。みなさんこんばん、若様やべえ、なんか久しぶり丸岡わからのゲームで乾杯の第8回が始まりました。パーソナリティの丸岡わからです。あ、やってる、ありがとうございます。いらっしゃい、いらっしゃい。ということで、いや久しぶりです。あ、ちゃんとねマスクもさせていただいてます。服ちょっと後でまた言いますね。今日も冬越したら、いや喜ぶ、やめち、まだ大会する要素ないから、あ、そうだよ、まだじゃない、ずっと大会じゃない、あぶらぶ、つられたつられた、ということでね、本日も居酒屋若様へいらっしゃいでございます。本当に久しぶりですね。なんかねちょっと1週間ね多めに間が空いただけなのに、すげえ久しぶりな感じがしますね。あ、そばつゆこぼしてないというコメントがあるんですけど、すいません、あのまたちょっとそばつゆではないですけど、なんか、あ、すいません、あ、やめとけってことなんで、あのよく見ないでください。ですね、あと、あ、そう、この前ね私の誕生日を祝ってくださって本当に本当にありがとうございました。人生で初めてぐらいの人数で祝われて、さっきもねちょっとあのみんながあのなんだろう、居酒屋若様のねそのツイッターの方にこうおめでとうっていうコメントもくれて、全部にこうやったやったやったと思っていいねさせていただきました。もういやーなんかね、でもまあ当日はねあの悲しい悲しくはな、まあまあ一面っていうねぬいぐるみたちに囲まれながら楽しくあの過ごさせていただきましてね、あの事務所の方に当日は実はね仕事があってちょっと行ったんですけど、なんだろう、全然誰も覚えてなくてまあまあでもね役者さんは多いからしょうがないよなって思ったら、私のことが大好きで大好きでしょうがないデスクさんだけめちゃめちゃ覚えてて、もう、え、丸岡さん今日誕生日当日なんすか、おめでとうございますみたいな感じで、やばぷえみたいな感じで、あのめちゃめちゃパリピなテンションで、まあ普段ちゃんとしてるんですよ、あのお祝いしてくださって、あのちょっと嬉しかったんですけどそうデスクさんね、あのロゴもこだわってくれたデスクさんでございます。もうね面白いんですよね。あ、そう、あとね、メールとかであの誕生日近い人とか、あと同じ人、あとあの当日俺も一人だったっていう方、あとはまあ友達と過ごしたよなんて方もいろいろあのメールいただきまして、その皆さんもねお誕生日本当におめでとうございます。いい誕生日をみんな過ごせているといいなと思います。まあ、過ごせなかったお前らはここで酒飲もう今たくさん飲みましょう。はい、じゃあ行きますよ。この番組はお酒好きで清楚な女性声優として知られる私丸岡若菜が、まるで居酒屋のような雰囲気でお酒を片手にみんなとゲームを楽しみたいゲーム実況&コミュニケーション番組でございます。お、あ、出た出た、清楚知らないやつ、2週間空けてたのに辞書を手に入れていないやつらがたくさんいるな。お、清楚清楚知らない、キャー若様清楚、それは悪意がある、清楚って、あ、退会した、もうすぐ退会した、お前自虐で、自虐じゃないからちゃんとしてるからということで、あの次回までに清楚ちゃんと覚えていてください。あ、なんかねお誕生日の日はね、あんなになんかおめでとうみたいな感じだったのに、あいつらみんなどこ行ったんだろうねあ、そうだそうだ、じゃあねみんなせっかく服装の話もしてくれてるんで、ちょっとねあのお洋服の紹介をしていこうかなって思います。今ラグってる、もしかして見えてる、みんな大丈夫か大丈夫か、動いてる動いてる、あ、大丈夫、 OKOK、 じゃあ行くよ。今回もちょっと紹介させていただきます。今日はね、くまちゃんのパーカーと、あの普通のスカートです。ここら辺を見ないでいただいて、まあ普通、ほんと普通、回っとくね、回っとくよ。で、これちなみに私のね、直面古くから撮ってる人はね、これくま吉っていう人多いんですけど、違います、普通のくまでございます。あ、くま吉っていうのは私がハマってるやつなんですけど、ちょっと恥ずかしいんで帰りますね。あら、かわいいって言って、そう、生足なんです、あ、見る、あ、汚い、ごめんごめんごめん、あ、だからあのちゃんと見えて大丈夫なやつ履いてます、大丈夫です。そばしみはね、アップしないでいただいて、足上げないでごめんなさい、汚ね、もう失礼いたしました。そしてさて、この番組のハッシュタグは、ハッシュタグ居酒屋若様です。皆さん今日もねツイートやコメントで番組を盛り上げてくださると嬉しいです。あ、ごめんなさい、みんなやめなさいって言ってすいませんでした、助かるって言ってるやついますね、すいませんね。じゃあちょっとね、早速ツイッターの方を見させていただきます。まあいいねしてほしい人は分かってると思うんですけど、ふざけたやつにはいいねしませんので、
可愛い、あ、いいですね。あ、助かる、助かってるやつがいますね。出れる若様可愛いな、ありがとうございます。なんで若さん服可愛い、なんでちょっと疑問系、まあいいだろう、シミを探せ、お前はいいねしない、清掃は知らんけど可愛いんじゃね、服が、お前もいいねはしない、今度から清掃を調べます、覚えてた、お前もいいねはしない、待て、いいねができないだろちゃんと書いて褒めてよ、もう、まあ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 、次のね内容にちょっと期待しようかなと思います。ちなみに YouTube も今日はね、あのコメントいつも通り見させていただいてます。かわいい、生足、ペロペロ、あ、ペロペロしてる、汚っ、あ、いいね、いいね、草、あ、ありがとうございます、コメント。そう、お誕生日特番ではハッシュタグが実はねトレンド入りしたっていうのもちょっと聞かせていただくような、汚っつって冗談よ。で、トレンド入りしてたみたいで、皆さんすごいたくさんね、おめでとうコメントとか、いろいろね喋ってくださって本当にありがとうございます。なんか逆にこうね祝福されてなさすぎてね、どういうリアクションしていいか座っちゃうねごめんなさいね。じゃあ次行きますね。またこの番組の後半20分くらいはボイスアリーナ会員限定での放送になりますので、まだ会員じゃないよという方はぜひ会員登録をお願いいたします。大丈夫かな、進んでる進んでる、みんな見えてるね。はい、まあまあ、みんな会員の人たちはね全然そのまま最後まで会員でいただいて、別にお前らはあれだからね、振りとかじゃないから、大会芸すると逆に損してるしね、みんな大会して入会して大会って忙しくないちょっとね損しないで楽しく最後までいてくれたらいいなと思います。さてさて、本当だったらねここでお酒を乾杯したいところなんですけれども、今回もね番組のスタッフさんの判断でまだちょっとお酒はなしということになっております。まあね、世界が平和になったらまた一緒に乾杯したいと思うので、お前ら代わりに飲めよってことで、お酒準備してください。みんな何飲んでるんですか。あ、なんで出たこの顔のやつな、もう何なのそれはね。シャイナイス、まあね、まだねちょっとね休館日でございます。あ、ビール飲んで、レモンサワー、コーヒー、プロテイン、91のハイボール作ったん気をつけて、赤玉パンチうまいよね、ハイボール、ウーロン茶、ホロエン、あー、いいね、ウイスキーいいじゃないですか。じゃあ一緒にちょっと乾杯していきましょう。もうこいつらも乾杯するんだぞ、準備していきますよ。それじゃあ、ケーピー、ま、いただきますわ。な、誰カレー飲んでる人うまいね、まあ、水もうまいよね。あ、カレーもよくいいですね、カレー飲むの。おお、なんかすごいやついいんじゃん、お前健康診断一回行ってみな、ということで、あ、そう、なんかさ、まだねお酒飲める時期じゃないのであれなんですけど、また世界が平和になったら、結構ねお便りで私の誕生酒みたいのをいただいてて、結構ねたくさんみんな言ってくださったんですけど、みんなで緑マティーニっていうカクテルが、そう、誕生酒らしくて、そう、ぜひね世界平和になったらこの番組でも飲めたらいいななんて思うんですけどね。まああんまりカクテル私お酒のものあんま飲まないんでわかんないんですけど、なんかおしゃれな感じの雰囲気で始まるのもたまにはね大将もおしゃれでもいいんじゃないかななんて思います。よし、じゃあそろそろ始めていきますかね。マロカワカナのゲームで乾杯スタートです。丸岡若菜のゲームで乾杯、ケンピー、合ってた、オッケーオッケー。はい、ここから皆様からいただいたお便りを紹介していきます。皆様本当に宣材写真大好きでございますね。で、今の誰つったやつどうした、見えてるだろう、見えてるだろ、あ、似てるってない、違う、日本に主婦のポッチャなん、どういうことあ、清掃、詐欺センター、おーおーおー、こら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 、セルフそっくりさん、おーおーおー、言ってくれるじゃないか。ね、まあまあ、大好きな洗剤がこれからまたねチラチラ見れると思いますので期待しててください。あ、そう、あとね特番の時お祝いのメッセージくれた皆さん本当にありがとうございます。
なんだろう、あのいっぱいねメールいただいて、それもね全部見させていただきまして、もうほんとね、なんかどういうリアクションしてるのかわからないんだよね、こういう時ね照れちゃうということで、じゃあ、あのどんどんメールを紹介していきます。もうほんとね、照れちゃう、ごめんなさいね。はい、じゃあまずはペンネームせっこさんからいただきました。ありがとうございます。丸岡さんやってる、いらっしゃい。お誕生日特番お疲れ様でした。楽しませてもらいました。コメントお便りで俺らが盛大に祝ったりと、お友達からのメッセージには無茶ぶりをもらいつつも愛されてるなとこちらにも分かるくらい伝わってきたり、ゲームプレイはインヌまでお誕生日お祝いに駆けつけてくれたりも出てきたよ。もう幸せがあふれる素晴らしい放送でした。おまけでは不意打ちのごとく俺らを泣かせるメッセージもあり、その真面目さがにじみ出ていて、こうやっていじられているけどやっぱり清楚で綺麗で真面目な人なんだなって改めて思いました。いつかこの番組で泣くところが見れたらいい。あ、それはちょっと分かんないな。改めてお誕生日おめでとうございます。いい一年をということで、ありがとうございます。ちょっと続けていきますね。ペンネームあけみゆいさんからいただきました。ありがとうございます。へいへい若様、やってるね、やってるよってことで、この前のバースデー特番最高でした。ありがとうございます。そして改めておめでとうございます。マニアックな視聴者からのイラストやゲストの皆さんのメッセージも温かいものばかりで、見ていてとてもほっこりしました。特にゲーム実況パートで満を持して登場したやっぱりインヌと、そのほのぼのさに涙がこらえきれませんでした。とにかく終始いつもより優しさがあふれる放送でしたね。今後のさらなるご活躍と番組の発展を応援していますということで、ありがとうございます。もうさ、2人ともそうだけど、やっぱインヌ好きよね。あのここのスタッフさんもそうだしね、みんなもそうだけど、ほんとインヌ好きよね。私夢に出てくるんじゃないかなってたまに思うんですけど、インヌのスタンプを押すでない。そう、インヌでもちょっとレギュラー入ってますね。インヌまさかの公式インヌ、ほんとだよね。でも2人ともあのお祝いのメッセージもありがとうございます。まあ、この番組で泣くことはないと思いますよ、私は。なんかやっぱね、許せないですよねってことで、まあみんなは全然いいんだよ、泣いて。私はちょっと一度も泣かないように頑張ろうと思うので、ここからスタッフさん VS 私の戦いでございます。はい、じゃあ次のコーナーに行きたいと思います。皆さんメッセージ本当にありがとうございます。ではでは、続いてはこちらの番組コーナーをやっていきたいと思います。題してノミニケーション。ノミニケーションとは、まるでお仕事終わりの居酒屋のように日々を頑張る皆様の愚痴や悩み事を聞いて、それをお酒とともに消化していくコーナーでございます。毎回ね、皆さんのお悩みや愚痴を清楚に解決している大人気コーナーらしいです。アルハラのコーナーじゃねえって言ってるだろお前ら。残業代出るってなんだお前。なんでちょっとアルハラされてる感覚、なんで苦笑いのスタンプ押すの。喜んでよ、みんなの話聞くんだから。でもちょっとね、私みんなに相談したいことがあって、あのお誕生日特番でゲームクリアしたらプレゼントをいただいたんですよ。そのなんだっけ、特別優待券みたいなやつなんですけど、そこでね、何をしようかちょっと一緒に考えてほしくて、ぜひまあ普通オタのコーナーで全然いいんですけど、なんかこういうことやってほしいっていう案があったら送ってほしいなって思ってて、あ、なんかちなみにこれです、覚えてます皆さん。初めて見た人はぜひお誕生日特番もね、アーカイブなりYouTube なりやってると思うので、ちょっと見ていただきたいんですけど、これをいただきまして、今のところちょっと私の案を聞いてほしくて、1個はなんか温泉旅行か、なんかどっかのこう旅行に行ったりとかして、なんていうんだろう、その私がただ旅行を楽しむだけをみんなにも見せるみたいな。まあ温泉のとかはちょっと見せれないから、私がイラストで描くね、そのどんな感じだったか。ちょっとね、そうロケみたいな感じ、そういいよね、ロケいいね。エチエチはだからやっぱイラストで私がエチエチを表現するから、みんな楽しみにしてほしいんだけどね。はぁ、なんだよ。足湯もいいね。足湯とかだったら全然ありますね。イラストいらないですって言ったやつはもうお前絶対見せるから、お前にはお前だけには絶対見せるよ。タオル入力じゃないですね、無理ってないや。そう、なんかこういうのも楽しそうだなって思って、ご褒美だし、なんかみんなもね、なんならこうなんていうの、お客さんのお前らたちもちょっと楽しめるようなものにしたいなと思っていて、でもう一個なんですけど、これね、なんか
なんだろ、他の番組でねちょっと歌わせていただいたんですよ、つい最近なんですけど。その時になんかやたら演歌の評判が良かったんですけど、まあ演歌はねもうみんな見たということなんで、この番組のテーマソングを勝手に作って、まあ、せっかくロゴとかさ、こうなんかなんていうの、めっちゃ可愛くなってるから、そのめちゃめちゃ可愛いアイドルゴリゴリソングみたいのを作ってもらって、わかんないけどね、なんかミュージックビデオもゴリゴリのやつにしてもらって、なんかそのマニアックなお前ら限定ね、ほんと恥ずかしいから無理なんだけど、会員のお前ら限定のところだけでこう配信とかさ、いいよなって思ってて、どう詐欺ソングってのあ、入会した人以来ちょろなんだこいつまあ演歌はね、なんかちょっとまた他の機会でもいいかなって思うんだけど、 CD 出して、いやお前出していってたやつ100枚買えよじゃあまあ入会しました、あーいい、なんかちょろみんなちょろいね。でもなんかそういうのもさ、たまにはこうなんていうの、会員のお前らだけにはゴリゴリのアイドルソングでゴリゴリぶりっ子みたいなのを見せてもいいかなと思っててまあまあこんな感じで、なんだろう、私がちょっと今ねふわふわっと思いついたこと言ったんですけど、まあ皆さんもいろいろ思いついたら、ふつおたのコーナーでこういうのやってみたいなのとか言ってくれたらいいなと思います。じゃあちょっとお前らの悩みも聞こうと思います。はい、ペンネームおのつんさんからいただきました、ありがとうございます。若様こんばん、若様こんばん、若様、ノミニケーションのコーナーはどうやら大喜利ではないということで、僕の最近の悩みを聞いてください。ようやく知ったんだね。この頃家に引きこもっているせいで数ヶ月の間髪を切りに行っていないので、どんどん髪の毛が伸びてきて、そろそろ毛先がブラジルにつきそうで困っています。お前長くね、それは大丈夫か。若様、その清楚感あふれる黒髪ロングヘアをいつも綺麗にお手入れされていますが、髪の手入れで男性でもできることってありますかってことなんですけど、ありがとうございます。本当に私結構あれだけどねまあみんながそう言ってくれるなら、あ、私みたいに伸ばすって書いた人いるねあ、なるほどね、おのつんさんが私と同じぐらいの感じにするってことそれはちょっとかわいそうだからやめてあげようかそうね、なんだろう、私男性でもできるだとさ、やっぱこうヘアオイルだと短い人だとさ、ちょっとベタベタしちゃうからあんまりおすすめできないんだけど、ね、短いからってドライヤーしないのはマジでダメだなって思ったの。濡れたまんま寝るとね、ほんと爆発するから、それマジで大事かなって思います。あとそのなんだろう、あったかいやつで終わらない、ドライヤーって、うわーってやってそのまんま、あ、乾いた寝るって人が多いと思うんだけど、じゃなくって一回ちょっと半乾きぐらいになったら冷たいやつでやるとね、跡がつきづらくなるらしくて、私はいつもね途中で冷たいやつ入れて、またあったかいのやって、また最後は冷たいので終わらせるみたいな、そう冷風大事なんですよね。そうだからもしちょっと髪の毛ガサガサしてきたなって思ったら、そう最後は冷風で締めるといいよみたいな。何女性声優みたいな回答だって、お前はじゃあ今何の番組を見てるのこれこの人誰なの、じゃあ何の番組を見てるんだお前は。そうだよ、おっさんじゃないよ。そうちゃんとしたお悩み相談解決でございますよ。あ、清楚っぽいってなんでしょうね。次じゃあ行こうかなと思います。ペンネーム何やってんだ J さんからいただきました。若様やってる、いらっしゃい、聞いてくださいよ。最近口内炎が3つ一気にできたんです。おお、ガチの悩みだ。理由は分かっているのですが、やめられない、食べるのだけはやめられない。若様お腹空いても我慢できる人間ですか？もしできるなら方法をお教えくださいということで、無理ですね私はというか食欲って絶対みんなムラがあると思うから、何、食欲あるときは食べよ食べて飲もう、それが一番。私は飲みたくなったら飲んでるし、食べたくなったら食べてます。ただちょっと不安になったら野菜とか多めに摂るのがいいかなって思います。もうどうしても食べたかったら、まあ最悪酒を飲めば解決ですね。いやー、素晴らしい解決方法でございます炭酸水は飲まなくて大丈夫です。お酒が一番でございます。はい、ということでね、こんな感じなんですけれども、今回のノミニケーションここまででございます。まあ悩めるみんなのちょっと力にはなれたんじゃないかなって思います。そう、アルコールで消毒でございます。まあアルハラではございませんよ何を言ってる、健康的ですねということで、じゃあ皆様ね、私マロカに聞いてほしい愚痴とか、笑い飛ばしてほしい悩み事があったら、ぜひぜひ引き続き番組まで送ってください。まあみんなすっきりしたね、
最後はアルコールが勝つってことで、以上ナミニケーションのコーナーでした。丸岡若菜のゲームで乾杯。オラ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 乾杯ゲーム実況。はい、右の人どこってみんな言ってますね、本当にもう宣材写真好きすぎ。なんで本体はそんなにあれなの、ウェルカムしてくれないの。まあまあいいでしょう。この乾杯ゲーム実況とは、私丸岡若菜が勝利の美酒を目指してゲームに挑戦するコーナーです。最近の放送ではスウォーム Z っていうね、お前らをちょっとお前ら VS 私で握手会をしたりとか、誕生日会ではねディアーシュミレーターっていう鹿のゲームなんですけれども、インヌがまた登場してしまったものでございます。あ、そう、お前ら全滅しましたね。本体好きだよって書いてるやついるわ。急に出れるじゃん、なんなんのいいやつ。次いきます。まあまあ、インヌはもうね準レギュラーとして認めてもいいのではぐらいの頻度で出てますので、ちょっとインヌとね、あとダルマカは半分ぐらい準レギュラーかなって思ってます。他にもカニと戦ったりとかね、あといろんな動物とこう合体したりとか、なんかこの番組はね本当に動物が好きなんですけど、ほのぼのはしてないんです。もうここにもね花々してますねって書いてるんですけども、スタッフさんのほのぼのの基準がね動物出たらいけるみたいな感じなんですかね。まあ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 、ほのぼの今回はできるのかななんて思いつつ、じゃあ今回挑戦するゲームを発表したいと思います。エースオブシーフードです。でもこちら何ですかねって感じなんですけれども、広大な大海原を舞台にプレイヤー自体が海産物となり、いろいろな種類のシーフードを引いて、海産物のエースを目指す、シューティングゲームです。なんかなんだろうね、一瞬ちょっとなんか海賊王が出てきました、ごめんなさい。このゲーム実はカニの喧嘩って前ね遊んだゲームの前作かなになるみたいです。まあ操作性はねカニのゲームすごい面白かったんですけど、あれ独特ですよね。まあまあまあ、どんな感じかちょっと楽しみだなと思うんですけど、なんかねただ戦うだけじゃなくて、欲しい海産物を繁殖させたり、オンラインで友達と通信できたりもするみたいなんで、まあねこれはちょっとゲストさんとはやりたくないんですけど、なんかもうちょっと不安な空気あるからあれですけど、なんかね一緒にやるのとか、それこそたまにはさ、そのマニアックなお前らと一緒にゲームする機会とかもねあったらいいななんて思うんで、まあまあもうちょっと普通のゲームだと信じてやりたいなと思います。そしてこのコーナーではただゲームをプレイするだけじゃなくて達成しないといけない目標があります。もし時間内にクリアできたらご褒美がもらえますが、達成できなかった場合には罰ゲームがあるそうです。ということで今回の目標は視聴者のみんなを笑顔にするだそうです。もう前らいつでもニコニコしてんだろ、わかんないけどちょっと今回の判定はね、ゲーム終了後にニコ生でアンケートを取りまして 50% 以上の人が笑顔になったと言ってくれれば成功らしいです。まあまあ、せっかくなんでカニのゲームと目標も同じにしているらしいです。あ、もう笑顔の人がいますわ。もうあれと、なんで泣いてるの、泣きやみな、なんで処分してるの、ちょ情緒不安定なやつが紛れ込んでます。あ、まあでもね、お前らの笑顔を守るのはこの清楚声優丸岡のお仕事でございますので、早速ゲームをプレイしていきたいと思います。あ、つってもこのゲームだったわ。ちょっと頑張りますわ。はい、ということで今こんな感じで、なんていうの、群がいるんですよ魚たちの。一応ね魚の種類選べるらしいので、なんか他のキャラにします。キャラって言っていいのこれ。ユニット編成かな、ユニット編成でね、これでなんかしてほしいやついます？イワシは絶対弱いでしょ。何がいいかな、
見覚えしかない本当にね。インヌはいないですね。もう本当に好きだね。何がいい？すでにおかしい。伊勢エビ。あ、伊勢エビはでも伊勢エビいるんだよね。エビエビあ、まあ、カニ、カニ、あ、カニ？カニいるから、じゃあちょっとカニ探そうか。いないかな。あ、これかな？ちょっとなんかよくわからない。ちょっと。あーちょっと待って、これこいつか。じゃあこいつで行こうかなと思います。戻ります。で、これね、場所を決めれるらしいんだけど、まあここでいいかなと思います。じゃあ行きたいと思います。もうよくわかんないんだけどね。エクスカリバー、もうなんか、あー、悪夢思い出した。あ、こんな感じでやっていくみたいです。非常に懐かしい絵ですね。なんだろうね、違うゲームなのになんか同じゲームしてる気持ちになるね。あ、え、待って、外見れるんだね。ああ、もうダメだ、もう操作がグズグズしちゃうから。これはね、どこに私は向かってるんだろうね。あ、こっちかな、こっち行こうかな。なんかでも綺麗は綺麗じゃない？そういう泳ぎ方するんだね、私も思った。誰もいないですね。非常に平和な海。あ、誰かこれ、あー、ちょっと待って、違う、海に入りな。非常に平和な海でございますね。これはどこに向かっていけばいいのでしょう。あ、丸いところね。なんかさ、せっかくだから黄色のところを目指しつつ行けたらって思うんだけどね、この管理のね、操作が何分難しいんですよね。このもの知ってます？なんかね、シューティングなの本当は。でもね、誰にも会えないの。え、この海誰か住んでます？え、誰もいない。管理ね、本当こんなにいないことあるのってぐらい、 なんかいそうじゃない？ここら辺じゃない？あ、なんかいるね。カンニがいるね。じゃああっち行こうか。ちょっとなんか泳ぎ方癖強いね。こんなところでもぼっちって言うな。やめろよ。ゲームぐらいは私だって言う。いっぱい仲間いるよ多分。後ろにいっぱいいるよ。こうやってね、攻撃していくらしいんですけど。これ本当にほのぼのゲームなのかな。あ、もう仲間がちょっとね、攻撃してくれてるらしいです。人手と戦ってますね。なんかちょっと胸が痛いですね、これは。レーザービームね、カニっぽい攻撃をしてほしかった。なるほど、こんな感じでちょっとやっていけたらと思うんですけど。あ、なんかいっぱいいるね。ちょっとじゃあこうやってどんどん倒していきましょう。私のことを一人にした罰ということで、どんどん仲間にしていきましょう。ねえ、これどこから出してるんだろうね、カニ光線。これね、もうなんか、でもさ、これ何話せばいいと思う？みんな明日の晩何食べるか書いといて。でもきっと明日の晩もカニなんだろうね。あ、ずっと後ろにいるね、伊勢エビとかはね、その一応仲間らしいんですよ。だから私ぼっちじゃないんですよ、一応は。ずっと仲間たちと一緒にいるんですけどね。これは誰もいない。ちょっと待って、なんか悲しくなってきた。でもあれだもんね、お前らいるよね。なんだろう、孤独を感じてきた。誰でもいいから出てきてくんないかな。悲しい。あ、なんかさ、誕生日会だっただけにすごい悲しい。もう私どこにいるのこれ。丸岡は貝になりたい。やめてください。海に眺め、いや、どんどん沈んでいくけどね。ちょっと違うとこ行きましょう。悲しすぎ。ちょっとね、場所変えません？これでね、ちょっと変えれるらしいんで、何がいいかな？ここら辺行ってみる？なんか、
本当はさ、荒れた海とか行きたくないんだけどさ、ちょっと悲しくなってきた。次こそはまあまあまあ行きますよね。次こそはね、まだお前らがいるから耐えられてるけど、これマジ一人でやってたら泣いてたわ。これ泣きゲーだったかもしれないね。でもこのゲームで初泣きはちょっと嫌ですね。あんなに意地張ってたのにね。一応ね、黄色いところは目指していこうかなとは思ってるんですけど、そう、何も誰にも合わないんですよね。避けられてる可能性あるけどね、このカニがね。こっちかな、もうちょっとこっちか。あー、でもちょっと通れないか、通れるかな。これ操作性がね難しいしね、誰とも会えないしね。あ、誰かいるね。カニだね。アサヒガニだね。なんだろう、なんか触れていいのかわからないけど。よいしょ。あ、でもなんかいっぱいいるいっぱいいる。ちょっと、おーいおーいおーい、おー、俺だよ、俺、覚えてる？仲間入れてよ。なんでみんなちょっと離れてく。ちょっとカニっすやめな。怒られるからやめなって。いやー、なんだろう、一瞬でいなくなりました。あ、でもなんかサバとかいる。サバとかいっぱいいる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 。なんか私の求めてたほのぼのではないけど、ちょっと待って、なんかすげえ撃たれてない？誰、やめ、逃げましょう。ちょっとね、せっかくだからなんかさ、キャラ濃いのいねえの。ちょっと言いたくないけどさ。あー、イソギンチャクね。そう、なんか狙われてますね、非常に。なんかこちら辺にさ、一応黄色いあれがあるんだけどね、下かな、下。あー、すごい、なんか今すんごい画面用意したね。ね、ここ壁だもんね。こんなにさ、私の中ではね、シューティングゲームって言ってたからすごいこうワキャワキャするのかなって思ってたんですけど、しないです。一人ですね。ちょっと辛いんだが、その赤いビームさっきから誰なんていうか。待って、何かいいんだけど。ちょっと待って、何、誰、あいつか。で、あっちがね、未到達らしいんだけど。あ、なんか仲間来た、仲間来た。ズワイガニ来たよ。仲良くしよう、もうね。あ、なんか来た。仲良くしようぜ。あ、お前仲間か、ごめん。仲良くしようぜ。え、あ、ちょっと待って、え、あ、仲間だと思ったら撃たれたパターンのやつですか、これ。あ、え、あ、泣きゲーじゃん。辛いよ。もう一回ぐらい行きます。ちょっとユニット編成しましょうか。なんか、え、みんなはちなみに他に誰がいい？なんかもう悲しいんだけど、車エビとかにする？泣いたね、泣きゲー。私には仲間いるよ。もっとエグいやつにしようか。そうだね、じゃあやっぱエビ、バラク、バラどれだ、これか、これ行ってみる。じゃあオッケー、じゃあこう、あ、待ってね、これで、戻るで、じゃあちょっと行こうかな。ちょっと場所変えていいかな。なんかもうちょっと魚とこねえの。あえてここ行ってみる。じゃあここでちょっと、あ、ちょっと待って、これごめんね、難しいのこれ。ここでじゃあ行きます。なんだろうね、前作が、その前作っていうか前やったやつが、あ、早い、待って、待って、なんかこいつちょっとパルピな感じない？これはいけるよ、いけるって。なんか誰か会えるでしょ、めっちゃスピーディー。これはどうやってみんなに攻撃が、あ、攻撃はなんか急にしょぼくなったね。まあでもいいでしょう。あ、なんかここら辺に、あ、カニ、さっきのカニですね。もう私は許しませんね。おら、え、待って、死んだー、なんでーなんでー。はい、ということで以上でございます。
今日のアンケート確かあれだよね、涙を流したか流してないかですよね確か。あ、笑顔、お前これで笑顔だった、結構すごいなということでゲームプレイはここまででございます。こんな静かなゲームプレイなかなかないですねそれではニコ生アンケートをお願いいたします。シーフードのゲームで笑顔になった、イエスオアノーでお願いします。みんな、いや癒され、なんかね、たまに癒されてるやつなんかさ、ゲームの世界だけではちょっとね、一人にしないでほしいは欲しいんだけど。あ、出たみたいです。あ、笑顔になってる。でも、なんだろう、喜ぶべきではあるんだけど、なんだろうね、私がぼっちなのにみんな笑顔なのちょっとつらまあでも、お前らの優しさですよ、ありがとうございます。ということで、結果が出ました。目標の方は達成できました。ありがとうございます、本当優しいです、本当に。今回は本当にお前らの優しさです、この顔の人たちにも文句今言えません、ということで、今回はね、ご褒美をいただきたいと思います。なんだろうね、じゃじゃん、あー、これはうまいやつ、いいつまみになりますね、これは最高です。泣いたから大会した人います、もしかして。笑顔になってください。まあこれいただきましたので、ぜひね、また後日ね、直目とかで食べてるの載せようかななんて思います。はい、なんかちょっとまあ悲しくもありましたが、みんなが笑顔になってくれたのならそれでいいでしょう。次回はね、ぼっちにならないように気をつけたいと思います。以上、乾杯ゲーム実況でした。お送りしてきました、まろかかなのゲームで乾杯。あっという間に前半パートの終了のお時間になってしまいました。いや早いね、真ん中の人って新しい言葉生まれてもらって、こっちの人みたいなね、左のこの直面に入会して、あ、残念だったの、それ私なんだよな、間違えちゃったね、早いよ、ありがとうございます、早い早い、ほんとね、いや、みんなと喋ってるのはすごくすごく早かったんだけど、なんだろうね、ゲームの時間が異様に長く感じました一人の時間が長いってやっぱ悲しいんだね、ということで、この後番組の後半はボイスアリーナチャンネル会員限定での放送となります、先日の番組では、いつものボックスを使ってね、いろんな企画をやったんですけど、今回はなりきりエチュードっていう企画をやります。これは2つのボックスを使ってくじ運が求められるエチュード企画らしいです。エチュード大好きですね、よほど運が悪くなければ、この前のビデオメッセージほどのものにはならないそうなので、運を信じて頑張ろうかなって思うんですけれども、エチエチを期待するな、エチエチはもう来ないで、まあまあ何が来るかわからないですけれども、そして、チャンネル会員さん向けの特典として会員限定動画を後日公開予定です。会員限定動画ではコメント返しっていう企画をやります、この企画はこれまでにこの番組で公開した会員限定動画にみんながコメントをしてくれてるであろうものを見てチェックしていきます。それをね、見ながら私がコメントをするというやつなんですけど、まあみんなね、もう見られて困るようなコメントないと思います。きっと褒めてくれてるんだなって思うんですけど、いちいちがないな、大会する人いたな、ごめん今のうちにいいコメントしておこう、ずるいぞお前、まあまあまあ、だからみんなね、優しいコメントしてくれるんじゃないかなと思って楽しみに待っております。まあなんかね、いろんな企画とかあるので、ちょっとどれにしようか悩みつついこうかなと思います。そして次回の放送は来週の6月3日水曜日の21時からを予定しております。ということで、今回は2週連続になってますので、間違えないようにお願いします。そう、隔週なんでね、みんな癖がついてると思うんですけど、次の週もありますので、ちゃんとお前ら飲みに来てくれると嬉しいです。そうなんですよ、早いです、あー、よかった、喜んでくれてますよ、嬉しいです。そして、今後の放送でもノミニケーションのコーナーをやる予定なので、ぜひね、私に聞いてほしい普通の愚痴や悩み事を番組まで送ってください。あとね、番組の感想、あとさっき言いましたけど、優待券の案とかもね、ぜひ普通おたに送ってくれたら、面白いやつがあったらぜひぜひね、読んでいけたらいいななんて思います。
各情報は、番組公式ツイッターやチャンネルページをご確認ください。そしてそして私はね、ぜひウィズラインのツイッターとか、あとウィズラインの公式ホームページを見てくれると詳細わかるかなと思います。あとまあ私のね、本当に何だろう、普通に友達にメール打つぐらいなんですけれども、直面というものもやってますので、日常生活気になってる人はそちらもお願いします。ということでお届けしてきました第8回ですが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうかね。直面で待ち、ありがとうございます。いやまあまあまあ、直面すごいおすすめしてくれて嬉しいですね。楽しかった楽しかった、泣いた人います、ごめんなごめんごめん、私も今日ちょっとたまに泣いてたわ。笑顔になった、楽しかったです。呪いのイラストが送られて、なんだなんだ、お前にはそう見えてるということでいいのかな。楽しかった楽しかったっす、涙止まらない、ごめん、なんか笑顔の人と泣いてる人半々ぐらいになっちゃった、ごめんな。カニのゲームでまさかこんな泣き芸になると思いませんでした。ということで、それでは丸岡岡のゲームで乾杯、前半パートはここまでになります。チャンネル会員の皆様はね、この後の限定パートもよろしくお願いします。あとね、ハッシュタグ居酒屋若様もぜひぜひ使ってください。ではでは丸岡岡のゲームで乾杯、ここまでのお相手は丸岡若菜でしたー。